まあ、あの去年もアボットの場合はショートプログラムでね、割とトップマンが頑張ってたんですが、その時の内容と、今回の内容と、Ladies and gentlemen, Joshua Farris. 素晴らしい。そうなるとこの18歳若いこのジョシュア・ファリスがどんなパフォーマンスになるかというところになります。まあ、彼の場合はチャレンジャーですからね、思い切って滑ることですよね。ジョシュア・ハリスショートプログラムを終えました。ジャンプは決めました。これは今小首をかしげましたけれども、ステップのところでちょっと締めてそうですね、2度やっぱり、ね、最初の辺であのつまずきましたよね。それでその途中でもですね、やっぱりバランス崩しましたよね。やっぱあのその前の、スピンのところで、やっぱりスピードがちょっと落ちてましたよね。あ、そうですか。ですからあの前半の出だしはすごく良かった、ところはそのルッツ終わった後のスピンぐらいからですね、ちょっとルッツもひょっとするとエッジが怪しいかもしれませんね。アウトエッジになりきってるかどうかというちょっと難しいところですね。これは最初のアクセルですね、トリプルアクセル、これは素晴らしいアクセルですよ。もう空中姿勢といい、もう全体の入り方といいね、とても良かったですね。まあ、ルッツは大丈夫ですね。アウトエッジです。ランディングの時にちょっと塔にかかったような感じなんですけど、この後からね、やっぱりちょっと動きがね、スピンでもスピードがもう一つなかったですよね。今年のグランプリシリーズロシア大会の練習中に右足首を捻挫して結局その大会棄権したんですけど、だからそのあたりもあるんです。影響してるかもしれませんね。
ですから後半になってちょっとあの動きもう一つ切れ味がなくなりましたよね。前半の動き見たらもっともっと動けるはずだと思いましたけど ね、 ねステップはどうしてもいっぱいにしまってしまいますね。この選手はコーチのデモアレンと一緒に振り付けを2人で自身で考えたと。まあ曲がねあのリベルタウンですからやっぱりアクセントがはっきりしている曲ですよね、ですからやっぱりそういう面でもあメリハリのある演技をしないとやっぱり点数が取りづらくなるわけですよね。だから後半になってねちょっとあれっていうような動きになりましたから、そういう面でやっぱりマイナスなのは印象としては悪いですよね。あやの先ほどのアボットの後だったのに簡単に、まあ、簡単に言ったら失礼ですがちゃんとジャンプを決めてくるあたりはすごいなと思ってしまいました。能力的には素晴らしいです。4回転も飛べる選手ですから、さあやっぱりその足の怪我とかそういうのが影響してるのかもしれませんけれど、やっぱりあの前半の動きに比べてあの後半がちょっとそうですね一つの。 And now the score for Joshua Ferris. The factored score for his short program78.37. He is currently in 40th place.